あ、猫の餌ちょっとやってくるわ。ちょっと待って。あ、はい。えらいね。いいなぁ。猫になりたい。まつりちゃんちの。まつりちゃんちの猫っていう体で、家に行くドッキリしようかな。四つん這いになって。さすがに化け物すぎる？さすがに不審者かな。ダメか。怖いか。きつい？化け物？じゃあやめよう。まつりちゃんの家じゃなくて牢屋の中行くことになる？じゃあやめよう。今度じゃあまつりちゃんにちょっと住所教えてもらって行くわ。みんな言わないでね、これドッキリだから。秘密にしてて、内緒にしてて。ただいまー。おかえり、こもりのめとちゃん。まつりちゃん今度さ、いいよよし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 。なになに？いや、送りたいものあるから。え、なになに送りたいもの？ダンゴムシとか。住所教えて。そんなそんな絶対送らんよ、カブトムシとか。虹色クワガタなんて絶対送らんから。ちょっと欲しい。ちょっと欲しいんや。住所を言えば今。いや、ダメダメ、絶対言わないで、絶対言わないで。危ない。びっくりした。危ないよ。住所送った今。おっしゃ、オッケー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 。映さないよ、映さないよ。やめてよ、怖くなっちゃった。 QR コードも送ってた。オッケーオッケー、映さないよ、絶対映さないから、うん、絶対ダメだよ。え、ない何追加しよう。いや、まだ言えない、それは。何送られてる？救急車とか呼ぶ？もしかして。いや、違う、送るよ。呼ばない呼ばない。ピザ100個なんて絶対送んないから。ピザ100個えぐいて。絶対送らん。ちょっとね、送りたいものがある。なんだろう、メトちゃんが来てくれるかな、ピンポンとか言って。いや、どうだろうな。メトちゃんだったらいくらでも何人でも返さんけどね。はい、そんな、いきなり行くとか失礼だからね。いや、全然失礼だから。住所公開ドッキリすんの。危なすぎるな。崖っぷちじゃん。